相変わらず雰囲気あるね。これが魔女の方々が管理するという試練の迷宮ですか。うむ、昨日言ったようにヌシラの力は随分落ちている。ある程度リハビリしないと命に関わりかねんからな。確かに体力その他低下している気はしますが、先輩たちを先に行かせて申し訳ないっていうか。それではランドルフさん、ユーナさんたちをよろしく。おばあちゃんもくれぐれも無理させないでね。ああ、これでも教官だしな。ま、わらわはほどほどに鍛え直してやるだけじゃ。そんな顔をするでない。あくまで数日の差というだけだ。君たちがリハビリを済ませる間に少しでも多くの情報を掴んでおく。リーンの行方に国家総動員法、できる限りたくさんの情報をね。リハビリが終了したら遠慮なく調査活動に参加してもらう。多分、というか間違いなく大変なミッションになるはずよ。わかりました。いえ、わかってみせます。ご武運をどうか皆さんもお気をつけて。無茶はしないでくださいね。私たちもすぐ追いつきますから。ああ、当てにしている。君たちにも風と女神の加護を。見事試練を突破して俺たちに追いついてくるがいい。とにかく今は自分たちの力がどのくらい落ちてるか確かめなくちゃ。早速その遺跡に入って攻略を開始すればいいんですね。うむ、採用にたどり着けば本日の修行は終了とする。オルランド、引率はよろしく頼むぞ。おう、合点承知だぜ。ランディ先輩、その本当に助かります。ティオ主任や他の分校生についても気がかりな状況でしょうが。まあ、ジタバタしても仕方ねえだろう。あれでティオスケは頼りになるしな。現時点で俺がやるべきことはディーンの代わりにお前らを鍛え直す。それがティオスケや生徒たちにもつながると信じて付き合うまでさ。ランディ先輩、最大限努力します。よろしくご指導。うむ、それでは始めるがいい。ヘクセンブリードが旅立ちの前に一人前の証を立てる試しの地。地球の攻略を。
こちらの先生です。行きます。そこです。
もらった。行くぜ。アンダールの剣。宝じゃねえか。さあどうだい、クリムゾン剣よ。崩れたぜ。よっしゃ、一気にボコるぞ。了解です。了解です。いや、行くぞ。そこだ。追撃します。行きます。
ます。それ今です。もらった。よし、よし、はっ、せい、崩れた。もらった。よし、行きます、行くぜ。ま、こんなもんかね。畳みかけるぞ。はあ、よし、崩れた。全力します。私の番ね。はあ、せい。よし、これで大丈夫ね。手加減抜きで行くわよ。ま、こんなもんかね。まだまだこれからだ。各種ステータスアップです。よし、やったわ。
ちらの先生です。こいつはどうだい？クリムゾン・ケイル！行きます。こいつはどうだい？クリムゾン・ケイル！僕の番だな。
できそうですね。それなりに手こずったようじゃな。ロゼさん、どうしてここに。どうやら定位で先回りしたみたいですね。ま、そういうことじゃ。それでオルランド、守備の方はどうじゃ。ギリギリ9大点ってところかね。多少厳しいかもしれんが、本日の仕上げと言ってくれや。まさか、ひょっとして今回の試練の締めって。ヘクセンブリードが王者にして、神祖ローゼリアが相手をする。今の主たちの限界、見事超えてみせるがよい。7組の先達に追いつき、主らの共感を取り戻すためにも。承知。言われずともです。全力でいきます。ランディ先輩もお願いします。おお、言っておくがとんでもねえ使い手だ。遠慮なくぶちかましてやれ。さあ、主たちの全てをぶつけるがよい。はっ、行くぜ。負け。ダウドウォリアー、俺の番だな。これで決める。
どれ、いただくぞ。癒されるの。私の番ね。はっ、せい。行きます。どれ、いただくぞ。癒されるの。無駄です、うん、よし。はっ、うん、行くわよ。我が力に恐れよ、クリムゾンライダー。げ、未熟だ。さてと。やあ。ありがとう。俺の番だな。よし。
行きます、うん、よし、はっ、うん、崩れた、追撃します、それ、お返しだ、うん、我が力に恐れよ、クリムゾンライダー、こんなところで、おうよ、感謝します、おうよ、ほら助かります、それ、ピンチです、回復します、アルティナスリーガロ、よし、タケラウドウォリアー、僕の番だな、バンガー、私の番ね、はっ、はい、どれ、いただき、いただき、我が力に恐れよ、クリムゾンライダー、体力低下、すみません、よーし、やっ、おうよ、ぜい、よくぞここまで耐え抜いた、ではそろそろ仕上げといくかの、はぁ、見とれるでないぞ、宵闇に潜む赤き月影よ、わらわに力を貸すがよい、燃え尽きよ、終局魔法攻撃、マジかよ、未熟な、しおったの、あ、危ない、これが魔女の多さの力か、対策をしていなかったら危なかったでしょうね、なかなかやるじゃねえか、ま、手加減したとはいえまずは合格といったところじゃろ、
妖精の湯だったか。これは染み渡るな。第二の宿舎のお風呂より効能は高めかもしれません。お疲れさん。その調子ならば明日はもっとしごけそうじゃの。
Thank you.
Thank you.
やったー、見て見て。発見です。
宝箱か。速攻で決める。やっせい。さてと。それ。行くぞ。届きやがれってな。よく合わせてくれたな。なんといっても仲間ですから。